はい、おはようございます。今日はね、1月の23日です。今日は何を歌うかといえば、水森かおりさんの風が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 という鳴子を今日歌います。風が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 と4回言って、泣いてる泣いているですけどもね、この4回は、3連符なのですよ。それで、なんですけども、この1回目の風が、ちょっと高い。で、2回目がちょっと低くなって、低くなって、低くなって、だんだん低くなっていくんですね。で、ね、休みが入って、泣いてる、泣いているですね。風が、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 泣いてる。泣いている。次ね、名残、涙の鳴る故郷なんですけども、このね、鳴るのルーがね、一番この歌の高いとこなんですよ。次が、こうのとこがね、こうが高いという、そのいうところですよ。名残、涙の鳴る故郷。鳴る故郷の後に、ちょっとね、長い感想がありまして、それから始まります。あなたの休み、写真を休み、胸に抱き。ね、列車をなのですけども、この例伸ばしますね。列車を降りれば秋が行くってありますけども、ここのね、秋なんですけども、ここは、この鳴子峡というのは、どうも、もみじの名称でね、秋になると綺麗なところということな、みたいです。東北地方です。僕らを関西の人は知らないんですけども、そういう情報が入っております。列車を降りれば秋が行く。一人旅する女の姿。列車から、ね、女の姿までちょっとおとなしい感じで歌っていきましょうね。一人旅する女の姿。心に寄り添うあなたがいるわのの、いいがね、紫にね、囲んでましたでしょ。ここはね、どうもね、あれ、2番目に声が高いところですね。で、ここ、心にからちょっとね、音量を上げていきます。心に寄り添うあなたがいるわ。でね、これですよ。3連符のね、風が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 と、さっきと同じです。最初からの1番、最初の風が、2番目の風が、3番目の風が、4番目の風がとね、だんだん声が低くなっていきます。泣いてる泣いているですね。風が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 泣いてる泣いている。あれがまた来るんですよ。名残涙の鳴る故郷なんですけども、このルーが一番高いのですよ。で、2番目に高いのがこうですね。名残涙の鳴る故郷。音源はライムライトさんからお借りします。なぜならキノピーさんが先に借りてたからです。風が泣いている名残涙の鳴る
あなたの写真を胸に抱き、列車を降りれば秋が行く。一人旅する女の姿、こんなに寂しく見えたって、心に寄り添うあなたがいるわ。風が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 泣いてる、泣いている名残、涙の鳴る故あなたが愛してくれたから、女の幸せ知りました。橋の上から名前を呼べば小さく小玉が帰るだけ、空から私が見えるでしょうか。風が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 泣いてる、泣いてる名残、涙の鳴る故郷。強く生きろとあなたの声が聞こえた気がして、振り向けばいい風が泣いてる、泣いている名残、涙よ鳴る故郷。ありがとうございました。